トキ俊一ラジオタイムウィズユー。皆さんこんばんは、トキ俊一です。この番組は僕トキ俊一とリスナーのあなたが週の後半木曜夜に同じ時間を過ごしていく番組です。なんと今日で11月も終わり、明日からは12月がスタートするということで、やばいね、あっちゅう間だ。もうなんかイベントやって2週間ぐらい経ってるってことでしょ。もうなんかねえ、もうどうでしたか2023年は。またね、いろんなことが、怒涛の日本という全体としていろいろ、もう世界規模でいろんなことが起こった1年だったんじゃないかなと思いますけれども、年末はねドタバタしないように今のうちから片付けをしておかないとねって台本に書いてあるんですけど、そもそもこのラジオをやっている時に衣替えしてねえのよ急すぎるんです冬が。もう急いでヒートテックだけは出しましたけど、全然衣替えができてない。俺のお気に入りのパーカーとセーターがまだ引っ張り出せてないんですよね。なのでどうしましょうみたいなこと思ってますけれどもね、うん、まあ皆様もね、年末体崩さないように、そしてあのイベントとかも皆様控えてらっしゃることでしょう。あれもありますからね、血管網の、あの先行上映会とかもありますし、あとルプナナもございますのでね、あの12月は、うん、皆様お体崩されないようによろしければ僕の勇姿を、どのイベントが僕の最後のイベントになるかちょっと僕自身は分かっていないんですけど、応援しに来ていただけると嬉しいななんて思っております。そして今日は、うん、話にも出ましたけど、ループ7回目の悪役令嬢は元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する、こちらの僕の楽曲のオンエアがございます。このラジオでオンエアとしては初解禁でございますので、皆様、たくさんたっぷり聞いていただきたいと思います。ということで始めていきますよ、トキ俊一ラジオタイムウィズユー。最後までよろしくお願いします。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りいたします。改めまして、トキ俊一です。最近めっきり寒くなったってことで、とあるあの世間話というか僕の近況トークをしようと思うんですけど、あの現場に行ったんです。パーカー着て、でデニムのゆったりめのズボンで行ったんですけど、その日とんでもなく寒くて、わあやべえと思ったし、その後夜遅くまで結構仕事があったんですよ。でその帰りとかだと絶対寒くて風邪ひくなって思ったから、あの急遽最寄り駅のユニクロに駆け込んでヒートテックを買ったんです。であの超極暖っていうのがあるのね、ヒートテックって。極暖っていうのがあるんだけど、さらに上に超極暖っていうのがありまして、中にこうね、裏肝っていうのかな、うん、すごくあったかい生地の、これ1枚でも結構多分秋終盤ぐらいまで持つみたいなヒートテックがあるんですけど、それをあの上下買ったんです。上と下、要はあのタイツになってるっていうのかな、やってるやつを買おうと思って行って売ってたんで、上と下買ったんです。でしばらくちょっと買ってなかったから、あのまあサイズ適当にこう、まあ、L サイズでいいかと思って、今まで L サイズ履いてたしと思って、あの L サイズを買って、で試着室をお借りして着替えたんですけど、まあ なんでしょうね、ありがたいって言ったらいいのか何なのか、あの L サイズのタイツのウエストがもうブカブカで、ね、うわブカブカだ、これズボンの中でずり落ちてくるなって思ったんだけど、さすがに1回履いたタイツをサイズ大きかったんで交換っていうのもなんか申し訳ないし、まあ、なんとかなるかなと思って、結局そのタイツは1日履いていたんですよ。履いていたんですけど、やっぱ
なんかこう、うん、あのおパンツ周りが もそもそするし動きづらいなとか思いながら一日生活しつつ、ああここら辺も人ってちゃんと痩せられるんだと思って、うん、数年前なんですよそのタイツ買って、まあ、しばらく使ってなかったんですけど、うん、今度からは M サイズでいいんだ俺はって思って、なんかちょっと感慨深かったな、この年で、うん、痩せられるとは思わなかったななんて思いながら、そのブカブカなタイツを履いていましたという一日でしたっていうお話でございました。はい、ということで、本題に入りたいと思います。皆様からのお便り紹介したいと思います。1通目です。ラギさんからいただきました。トキさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。年末になり2023年もそろそろ終わる頃になってきましたね。この時期はいろいろとやらなければいけないことが多く忙しい日が増えると思いますが、トキさんが今年中にやっておこうと思うやり残したことはありますか？いっぱいある、いっぱいある。あっちゃんとキャンプにも行けなかったし、みんなとどっか遊びにも行けなかったし、ご飯はいっぱい行けました。うん、いろんな人といろんなご飯食べて、いろんなこうなんか新しいことを経験しては当然できたんですけど、そうね、ありがたいことにこう上半期下半期ともしっかりとこう、うん、お仕事をやらせていただいて、5月にライブできたでしょ。前も言ったんですけど、毎月何かこう皆様の前で何か披露する場所があった気がするんです。朗読であったりライブであったり、うん、再来年もありましたしね。10月かな、もうごめんね、具体的な月はもう日がな頑張って生きてるから詳しく覚えていないんですけれども、やり残したことっていうか、できたらこれが年内にできたらいいなみたいなものは割とあります。友人と買い物に行ったりとか、大輔たちとなんかどっか行きたいねとか、そういうことも言ってるんですけど、やっぱり思うのは福井に行きたい。つい先日発表されていたんですけれども、福井県のポケモン大使が海流になっていたわけですよ。で、福井にのいろんな公園に行くと海流がいるわけです。行きたいじゃないですか。行きたくないわけないじゃないですか。もういつか行きたいんですけど、福井に行くには飛行機行って新幹線風か新幹線でペッペッって行くかなんですけれども、一日ボンって開いたってなったら、友人たちとやりたいことがニュッて詰まってるんですよね。だからいつか行こうと思うんですけれども、うん、そしたらもう海流とももうね、スマホの容量がいっぱいになるレベルにいろんな写真を撮っていきたいななんて思っております。皆様何かありますか？今年中にやりたいこと、やり残したこと。まあ俺のねイベントにも皆様いっぱい来てくださって、うん、ラギさんも来てくれたのかな、ありがたかったですけれども、また来年もねそういうのができるように、うん、英気を養っておきたいなと思います。さあ続いていきましょう。ナッツ類さんからいただきました。トキさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。私は高校生なのですが、最近制服が冬用のものに変わり、いよいよ冬だなぁと季節の移り変わりを感じています。トキさんは何か季節の変化を感じる瞬間はありますか？季節の変化を感じる瞬間はね、俺毎年言ってるんだけど、僕結構ね匂いに敏感なんです。香りというか、うん、塩抜きしてると糖分の匂いを100メートル先の店が分かるみたいなこともふざけて言ってますけど、結構昔からね匂いにはちゃんと敏感なタイプだったんです。だからね、夏が終わって秋になるとなんかね空気の匂いが変わるんですよ。具体的になんかこの匂いがしだすとかそういうことじゃないんですけど、鼻通りというか、なんか鼻に来る成分の香りが若干変わるんですよね。いろんな理由があると思う。多分湿気がこうね乾燥してきたりとか、うん、そういうのもあるとは思うんですけれども、そのね鼻からこう来る感覚が変わった瞬間に、あ、秋っぽいっていう風に途端に僕もなんかモードが切り替わったりしますね。うん、秋の匂いでみんな好きなものってある？
俺ね金木犀の香りが好きなんですよ。すごいね、なんだろう、苦手な方もね結構いるんだけど、金木犀の香りが大好きで、こういう時期にね、もうちょっと終わっちゃったけど、もうちょっと手前の時期に現場行く最中歩いてると、ふと金木犀の香りがファーって漂ってくると、ああいいって思います。ああいうフレグランスとかもねあったりするから、なんかこうね、去年も思ったけど、金木犀の香りっていいから、自分のそういう香りとしてなんか部屋のアロマとかも考えたんだけど、でも多分この時期に金木犀の香りを感じることができるからいいんだなって。俺すごい日本の四季というか、が好きで、夏とさ冬で日の入りの時間全然違うじゃん。で僕たちのお仕事ってスタジオにこもりっきりになる時間がすごく長いんですよ。もう3時間4時間平気でお外出なくて、で大体ねそういうアフレコスタジオって地下に作られてるから、全然太陽の移ろいとかを感じれないんですね。で15時ぐらいにお仕事の場所に入って、で3時間4時間経って18時19時でしょ。ちょうど夏場はまだちょっと明るい、でも冬場はもう真っ暗っていう状況がよくあるんですよ。そういうのを感じると、あーなんか、また季節変わってきたなって、ほんの数ヶ月前はまだ終わった頃には明るかったのにもう真っ暗だっていうことはよくありますね。そんな感じでございます。ありがとうございました。さあ続いてラジオネームちゃちゃさんからのお便りです。ときさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。236回の放送で長年使っているものについてお話しされていましたよね。それを聞いて、ときさんがお話ししていたように直しながら同じ形で使い続けているものではないのですが、私も心当たりがあったのでお便りを送らせていただきました。それはズバリ私が愛用している板場です。サイズアウトして着れなくなってしまったけどお気に入りだったので捨てられないデニムのワンピースを板場に変身させました。しかも私の家にはミシンがないのでほぼ手縫いです。すごい。お気に入りの生地と自分で使ったことが相まって大好きを詰め込んだ板場にますます愛着が湧いています。お写真もくれたんです。いやすごいですね。でデニムで、デニムのトートバッグになってて、片面にこう透明なビニールの面があって、その中に僕の缶バッジをたくさん入れてくださってます。あ、いいですねこのこだわり。こう同じ缶バッジを使うではなく、俺が歴代出してきた缶バッジを一個ずつこう並べてくださってるんですね。あーいいね。あ、グッドフォーな一曲をっていう、これは懐かしいですね。もうなんかもう それに浸ってたらもうしょうがない。いやこのトートバッグめちゃめちゃ素敵。なんかこう藍色からほぼ白っていうレベルのデニムのグラデーションの部分を素敵に使ってますね。いやこのスカートはどういうデザインだったんだろう。めっちゃおしゃれで気になりますね。これをほぼ手縫いでできるってね、レザーとかをね作ってらっしゃる方、レザーアート、レザークラフトをしてらっしゃる方をこのラジオにもいますけど、この間ねオージャンの時かな、自分で作った靴で来ましたっていう方が、その方がやってて、マジと思ってめちゃめちゃ綺麗だったんですけど、すごいなと思って。あとほらみんなさネイルもやってくれれば、ね、ヘアピンとかさ、あとイヤリングとかブレスレットとか、あとねネックレスとか指輪まで自分で俺のモチーフで作ってくれてるでしょ。いやーすごいなーと思ってて、なんか僕は物を買うことは多いけど自作することってミニ四駆のケースとかヨーヨーのケースだけだからさ、ゼロから作れることって本当に尊敬する。毎回しかもそれをさ見せてくれて、本当になんかうわーすごいと思うし、僕は自慢をしてもらうのが大好きなので、ぜひぜひ今後ともこういうこれ作りましたとか、これできたんですっていう風なものがありましたら、堂々と自信を持って僕に自慢していただければなーなんて思います。それを見ながら僕もお酒を飲んで楽しみますのでね。はい、ということでお便りたくさんありがとうございました。引き続き番組宛てのメッセージお待ちしています。宛先は time@joqr.net までお願いします。
それではここで一曲聴いていただこうと思います。満を持して聴いていただきます。今回は来年1月24日に発売されるミニアルバムに収録される楽曲、もう発表したてです、公開したてです、アナザーバースデーを初オンエアしたいと思います。どうぞ。終わらない旅の途中で繰り返す何度の朝、寝ぼけ眼をこする、渡り鳥たち、僕らは似た者同士さ、ここでないどっかへ、運命のその糸断ち切れねえ、もっと自由に抱いたって遊べ、今を一秒でも書き換えて、願ったら今日という朝から今までに本当にない雰囲気の楽曲でございましょう。歌い方もなんかちょっとね、今までの俺の歌い方とは変わった表現ができて、新たなところを見出せたんじゃないかななんて思っております。またね、公開されたりとか、続報を待っていただいて話せることもたくさん増えていくと思うので、ミニアルバムお楽しみに。ということで聞いてくださったのは時俊一でアナザーバースデーでした。続いてはこちらのコーナーです。時気になります。このコーナーでは僕と時俊一が最近気になっていることや、まだ手は出せていないけどちょっとやってみたいことなどを紹介していきます。ちなみに僕が最近気になっているのはですね、この間ね、どこだ、伊勢丹違うな、どっかの量販店で見たんだけど、いや百貨店で見たんですけど、ゴディバーあるじゃないですか、ゴディバーのなんか宝箱みたいなのがあったんです。なんかね、さっき調べたんですけど、ゴディバとベルギー王朝だったかな、のあのなんかそこの55周年、のベルギー王室御用達なんですって、ゴディバって、知らんけどのそれが55周年らしくて、それをモチーフに作ったなんかすげえのよ、70個ぐらいで、ゴディバのチョコが入っている、なんつうの、宝箱、本当にチョコケース、チョコが入ってるケース70粒入ってんだって、70粒入ってて、でケースが調べていただいたら分かるんですけど、メタメタに俺好きな色なんです。もうロイヤル、言葉通りロイヤルブルーみたいな、あのブルーを基調として金色の印字で、あのこうプリントがしてあって、ただ70個は食えんし値段見たらおったまげーの値段だったし、なんかどういう方たちがこれをプレゼントするんだろうなんて思いました。でもこのゴディバのチョコね、美味しい。なんかゴディバって正式になイントネーションはゴダイバーって言うんでしょ、っていうことしか知らないです。もうゴディバなかなか自分で買うことはないですけどね、あまりに綺麗すぎてその写真だけ撮ったんですけど、そんなチョコだったらしいです。ということで、時俊一の気になりますだったんですが、さあここからは皆様の気になっているものを紹介していきたいと思います。ラジオネーム
あさみさんからいただきました。滝さんこんばんは。美味しいものを食べた時に使わせていただいているハッシュタグ今日の牛ばきのハッシュタグでたまたま同じものをあげている方がいらしたので嬉しくて、美味しいプリン紹介させてください。ご存知かもしれませんが喫茶サテラのプリンです。食感は固めで舌触りがとても滑らか。練乳練り乳って言ってくれてる、ありがとう。優しい甘みのあるプリン、へえ美味しそう。知らないです、知らない。ドリンクセットでクリームソーダが選べるのですが裏メニューに紅茶のクリームソーダがあります。へえ。注文の際に紅茶のクリームソーダお願いすると作ってくれますと。とても美味しかったです。トキさんはクリームソーダ何味がお好きですか？クリームソーダってそんな種類あるの？うん、そう、今ね、あの男性スタッフメンバーが首をかしげているんですが、知ってるクリームソーダなんてメロンのクリームソーダと大井町クリームソーダぐらいですよ。あ、でも言うたらそうか、ソーダだったらいいんだから、三ツ矢サイダーみたいなメロン味のしてないソーダもあるし、というかぶっちゃけあの炭酸を混ぜたジュース、レモンスカッシュもレモンスカッシュクリームソーダもできるのか。なんかいろいろなことを気づかせてくれるな、タイムウィズは。え、でもそうなると俺一番なんだろう、うん、クリームソーダ飲みたいなってなって一番最初にパンって思いつくのはやっぱメロンリキュールっていうかメロンの原液で作ったクリームソーダが一番好きですね。あのルノワールとかね、いろんなあの街にありますけど、僕ルノワールのメロンソーダすごい好きなんです。だから夏場とかあと冬場でもちょっとこうゆっくりしたいな、なんか糖分を摂取したいなって時はルノワールのクリームソーダを、メロンソーダっていうんですか、メロンクリームソーダっていうのを飲むことはよくありますけど、そうだね、俺紅茶のクリームソーダ確かにどっかで聞いたことあった、どんな味なんだろうって言って興味もある。でだってね、その上に、はい、上あるアイスクリームを混ぜたらミルクティーみたいになるわけでしょ。美味しそうですね。なんか全然味が想像できないってわけじゃないけどすごく興味があるので、ちょっと喫茶サテラさんね、そうありがとうございます。今度行ってみようと思います。さあ続いてアイリさんです。トキくんこんばんは。こんばんは。私が最近気になって始めたのはペーパークラフトです。きっかけは父親が買ってきたワンピースのメリー号のペーパークラフトですと昔から手先が器用な父親、ミニ四駆やプラモデルなど一緒に作ることも時々ありました。父親がメリー号のペーパークラフトを作っているのを見て私もやってみたくなりました。写真は某青いペンギンのお店で見つけた信用地方のポケモンのペーパークラフトです。ペーパーシアターウッドスタイルというものだそうです。ポケモン以外にもジブリやワンピースなど、うんうん、いろんな作品のペーパークラフトがありました。ぜひ不器用ながら頑張って作りましたということで、いやーすごいよ。あのなんだろう、プラモは好き、ミニ四駆も好きだけど、じゃあそれが好きだからペーパークラフトやってみようってならないもの、うん、なんかあのさ SNS でめちゃめちゃ折り紙が得意なスチームパンクの格好した人いるじゃん、うん、あの竜とか作れるんです。あともうなんかすっごい立体的なアートとかを作ってらっしゃるとか、うん、なんかなんだろうね、そこから派生してパズルとか、うん、こういうのをやってるの見ると、うん、なんか横で見てるの好きなんですよね。とか YouTube でなんかこうペ折り紙やってるの見るのとかも結構好きですし、うん、へえ。でもアイリさんもすごいですね。このあとどんなものにハマっていくのかが楽しみですけれどもね、お父さんと一緒に今度はお父さんにペーパークラフトを布教してみるのはどうですか。お父さんをまずペーパークラフトを凌駕して、私はこんなのも作れるようになったよみたいな、うん、そういうなんか手先が器用な人が作れる系のやつだと僕すんごいあの気になってるというか、ずっと謎なのがボトルシップってあるでしょ。あれどうなってんの。本当にピンセットで中に入れて中で船作んの。俺未だに信じてないもん。そんなことあるって。あと
俺の周りにボトルシップが趣味ですってやつを見たことがないから、きっとあれ迷信なんですよ絶対ね、なんかやってんですよ、きっと。います？皆様の周りに、それこそお父様がボトルシップやってますよみたいな、なんかね、手軽に作れるものだったら今度やってみよう。いやでも本当にどうなってんだろうと思うんですよね。俺手先が器用なゴールがボトルシップだと思っています。なんか知ってる方いたらお便りください。はい、こんな感じで皆様からの気になります紹介させていただきました。これからも僕やリスナーさんが気になっているあれこれをご紹介していきます。以上、トキ気になりますでした。お送りしてまいりました、トキ俊一ラジオタイムウィズユー。そろそろお別れのお時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8002 文化放送トキ俊一ラジオタイムウィズユーまで。メールの場合すべて小文字で time@joqr.net まで。タイムの綴りはTIME です。この番組は YouTube トキ俊一オフィシャルチャンネルにてアーカイブが配信されています。詳しくは公式 X のお知らせをご確認ください。続いて僕トキ俊一からのお知らせです。トキ俊一バースデーライブ2023フロリアスワールドブルーレイ&DVD そして写真集アライブが発売中です。さらに来年1月放送のアニメは2つタイアップがございます。テレビアニメループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫するのオープニングテーマアナザーバースデーを収録したミニアルバムが1月の24日そしてテレビアニメ月刊妄想科学のエンディングテーマサイエンスが2月21日にそれぞれ発売いたします。それぞれ店舗別の特典やリリースイベントも決定していますので、アニメと合わせてぜひお楽しみに。ということで第242回の放送をお送りしてまいりました。 DIY なんかいろんなもの、なんか男が DIY っていうとベンチとか椅子とか棚とか、なんかこうね、家具みたいなものを大きく作りたがりですけど、こういうものも本当に DIY ですね。トートバッグであったりとか、そういうもの素敵だなぁなんて思います。いつも皆様の DIY 見せていただいてありがとうございます。これからもね、ぜひぜひ皆様の自作の何かお便りで送ってきていただけると嬉しいなぁなんて思います。僕が今自作しているのはね、あの遊戯王の貝場セットっていう、貝場さんのアタッシュケースが数年前に出て、僕あれ3ケース買ってるんですけど、あのそろそろあのイベントで披露したヨーヨーあるでしょ、ヨーヨーがねいっぱいいっぱいになってきちゃったんですよね。あのケースじゃ収まりづらくなっちゃってるので、新調しようかなと思ってた時に、あの貝場セットいいじゃん、あれ改造してあれをヨーヨーケースにしようかななんて思っちゃったんですよね。そうすればまだまだいっぱいヨーヨー買えるしなんて思って、それぐらいですから、完成したら披露したいと思います。ということでお別れのお時間です。この時間のお相手は時俊一でした。来週も僕と同じ時間を過ごしましょうね。バイバイ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。